で、フィリピン移住されたい方からの、ご質問で、エドコンについてですね、楽しめるお店を知りたいと。まあ、マニラの有名ですね、エドサコンプレックス。エドサっていう駅があるんですけど、パサイシティの中にですね、まあ、ここ有名なんですよね、夜遊びっていう。まあ、こう、コンプレックスっていうくらいなので、一つの建物にいろんなお店がバーッと入ってるっていうような感じで、夜遊びのまあメッカ。まあ、コロナ後にですね、だいぶもちろん、コロナが始まってから落ち着いてしまってるんですけども、観光客も減ってますし、まあ、ただ少しずつ戻ってくるのを期待してるって感じですね。あと、まあ、ブルゴス通りですね、ブルゴスストリートで楽しめるお店を知りたいという感じなんですけども、まあ、個別のお店は、LINE で聞いてもらえればですね、おすすめの場所行ったりとか、まあ、日本人がですね、まあ、現地の言葉とか厳しいということで、対応が難しければ通訳としても行きますし、そういったサービスもやってます。まあ、なので、